お疲れ様です。今日はですね、エリゴリがねバランス調整でリワークされましたので、久々にね使っていきたいと思います。ということで、こちらね、まあ今日使っていくエリゴリデッキなんですけども、まあ改めてね、エリゴリどんなリワークが入ったかと言いますと、まあいろんなカードが今回調整されましたけど、まあ、その中でも結構大きめの変化を、持ってるのがこのエリゴリですね。で、何が変わったかって、このエリクサーの受け渡し方法が変わりましたね。はあ、今までは、まあ、破壊時、最後のプッチョ形態ですね。めっちゃちっちゃいやつ。プッチョのやつらが、まあ、1体破壊されるごとに1与えて合計4で、今回も合計4相手に与えるのは変わらないんですけども、まあ、その与えるのがちょっとね、部分に分かれます。はい。初期のエリゴレがね、やられると1エリクサー相手に渡して、その後の小型ゴレがやられると 0.5 ずつ渡して、プラス、あ、合計値が1と。で、最後のスライムがやられると 0.5 ずつ相手に渡るっていう、この 0.5 システムをクラロファに採用していきましたね。はい。ってことは、今後もしかしたら、10コストのユニットね、出さないのなら、9.5 コストの何かとか、もう 0.5 コストのユニット、1.5 コストとかもう、いや、まあどうせさすがにないか。さすがにないかもだけど、まあ 0.5 システムがね、初めて導入されましたよということで、でもこれだけだとね、さすがに弱いので、代わりに HP を強化しますよと。はい、初期のエリゴレが 9% で、その後の小型ゴレが 6% HP 増加ということで、まあそれでね、どうなんだろうっていう。まあ強化って言われれば強化だし、まあでも相手にその分ね、エリクサー早く渡っちゃうと、早めに対応されちゃうじゃないですか。じゃあ、下方やんっていう。でも、早めに処理するね、相手のタンクが、これエリゴレちゃんがもう強くなってるんで、どっちやっちゅうことで、さあやっていきましょうか。で、エリゴレはなんか最近もこの、エリゴレミラー、エリババの方が多いです。おお、エリゴレ対決、ワンチャン、まあ、レイジ二択っすね。スパーキーかエリゴレ。スパーキーで噛んじゃったな。ザッピー。さすがにスパーキーっぽいですけどね。ザップとザッピー。ミニペッカちゃんが来た。これヒーラーだけで耐えれねえよな。やべ、ダクネ姫が、悪女がイカれてもうたっす。さあ、スパーキー来た。まあスパーキーはライドラで美味しくいただけるんで悪くはないかなっていう感じかな。まあ、ヒーラー欲しかったけどっていう。でもこの逆サイに基本的にゴブジャイミニペとか、まあなんか来やすいんですけど、ミニペッカ咲いてるんでどうだろう。また HP 回復されるのが嫌だな、これ。いや、3つ。早く。いい楽しい。ライドラ2。あ、これ、金起動されちゃう。あ、これ、キング起動されるの良くないね。ここもドット S スタンプ。使いたいけど。これか。さあ、キング起動は、超絶渋いですね。はい。ゴリゴリ渋くて、またゴルナイは今回の修正で下方されましたね。HP が 10% 下がってるんで、まあ結構弱くなってんじゃないのっていう思いはあります。さあ、これ暇なんで、暇なんで言っとくだけですね。どうせ、ああ、結構使ってくれるな。いや、もっとダメージ欲しかったな。さあ、まあライドラやって、遅れてヒーラーかな。ヒーラーいらねえか。チェーンしてほしい。よし、これ結構熱いんじゃないのかな。ゴルナイはマジでどうでもいいけど、これ結構熱くね。これめちゃくちゃ熱いよね。ライドラマジでビリビリにやってほしい。ビリビリにライドラいけ。ライドラ、あ、0.5見ることなかったから何とも言えない。 0.5 それどうなんだこれは。いや、結局あれか、エリゴレ今までどうなんだろうな。相手が対応する早くなるとはいえね、溶かすのが遅くなったらその分ダメージ入るしなーっていう、どうなんだろうね。めちゃくちゃ難しいところだけど、若干強化寄りな気もしないことはない。
だから持ってく時だってエリゴレ一発とかっしょ、どうせ。うまいエリゴレの人とかなんかすごいちま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 の可能性もあるかもだけど、まだうまい人ほど一発かもしれない。うん、エリゴレプレイヤーはそんな考えんやろ。わからん、行ってこい。さあ、これでだからもうキングまで行こうとするのか守るのかの二択ですよね。いやー、まあ守りたくなって、あのこれは嫌なんです。よし、いやレイジで頑張ってもらって、さあお互いどっこいしょタイム。俺はライドで守れるぞ、だが君は守れるのかっていう話だよね。でこれで今までよりもこの状態のエリゴレの HP が高いの、今までよりも高いエリゴレは、はい、優秀です。 0.5 コスト上げたとてね、で何もできません。1コスト上げてもね、特には何もできません。多分これ強くなってます。まあまだ結論出すには早いなっつって、まあ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 、わかんねえよな。エリゴレなんかだってもともとみんな使ってる環境でもないしな。おお、危ない危ない、守ろうとしてた冷静にね。ケツエリゴレ、あー、え、おいしい、これやばい、神様がくれた2ハード3ハード、え、メグライド怖すぎない？100セル引いちゃった？もしかして。さあ、これ。ああ、おしゃれボーイしてくんのか、そういう。もう、おしゃれボーイとかさせない。あ、うまい！ダクネの処理がうまい。これどうする？何を増す？何を増せばいい？いや、これ 0.5 いくのでも嫌だな。なんか。0.5 ずついくのやだな。あれはもう別に何でもいい何でもいい。頑張れ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 。あ、勝ったなこれ。これだって相手がエリクサーもらってさ、1位もらっても逆に何もできなくて困っちゃうんじゃない？その間にめっちゃダメージ入って、こんな簡単だっけ。からはこの音楽かわいいっすよね、このモードマジで。音楽や、まあ、さっきのはちょっと相性ゲーすぎたので参考なんなかったんで、今回ですね、サスケファイスピー、最近の環境の壊れでもある。はい、エリゴリいきます。で、圧着も無視です。で、まあダクネをつけたいんだけど、これブー来た時にめんどくさいなって。よしよしよし、いやマジでこれで、おお、あ、でも、え、避けた、あ、狙ってました、やば。いやでも相手にエクサが渡ればちょっとだけ早いと、ここのスキルトン出され、え、めっちゃ記念ボーされてる、なんで。さあ、普通に大砲バルキリーウッドロケっていうのが犯罪なんですけど、まだ今の、まあ、また難しいとこだな。だって今のさ、ヒーラーになきゃって。いや、もうバルキリウッド強えやんっていう話し方。もうこんなが、もう、派手な相性差しか引かないやんっていう話よ、マジで。クラロは。ああ、これ。これあれだな、エリゴレお仕置き隊に遭遇した、もしかして。あの前でクロスだったらさ、頑張れるくない、ワンちゃん泣いてたし、ほら、いやワンチャンねえかなこれ。いやー、大砲バルキリーで終わるか、強い、いけ、いや、ああ、泣くんじゃねえよ。いや、マジで。ロケは話が違う。ロケは違うな。つって、マジで。
これもう神のロケが来るのか。あ、ロケットの M いいなマジ。いやでも、いや頑張ってる。なんか俺生き地獄ってやつだ、これもしかして俗に言う。ああ、そんなに煽っといて。おいおい、これで縛ってたら本当にやばいことになってる。これ家突き止めてクラロワ ID もね、もう全部まあ勝てるときは勝てるしね、相性悪かったらもうそれはきついよねっていう、まあやっぱエリゴレっすねっちゅう感じっすね。結局エリゴレはエリゴレっていう、一時の世界一を取れるほどの最強感はちょっと足りない。 HP が増えたかどうかはね本当に分かんない。これもでもエリゴレを使ってる人じゃなきゃ分かんないんじゃないかなっていうぐらいの感覚だな。相手何も出してこないじゃん。何も出してこないのね。なんか先に出してね、ボーリーとか、スパーキーでーすってやられるのちょっと嫌なんですよね。って言って出しちゃうんですよね。でも矢の雨で様子を見るか、俺のスタンプ100種類攻撃する。これ何個あんだろうな、これ。獅子16。スタンプってすごい多いね。こんにちは、エリゴでいきますもうメガゴ出てきたんで、サードっつって一旦エリゴで、さあラバルっぽいですね非常に。あう、ラバルはおっ、ちょっといい、ちょっといい。0.5おー、0.5 ゾム。0.5 だとなんかね、あんまりこう相手にすごいコストがいってる気がしないのが幸せ。あれ？折れてる。これ今まででも折れてたのかっちゅう話よね。まあ、それは誰もわかんない。いや、まあ、防災あると思う？あるよね。いやー簡単か。まあさすがに1本折らすのはもったいないので美守り。最強ライドラ、マジライドラ最強なんだよ。あー、それやばい。うわー、うまい。待って、今ライドラうまくね。やばい、俺はこれヘナチクやなの。え、待って、やばい。でもライブで見出してけば絶対俺負けないんですよ、ね、絶対多分、もしかしたら奇跡的に勝てるかもしれない。おら、ビリビリ地獄、ビリ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 。お願い、バルンだけ入れるな、バルンだけ、バルンだけ入れるんじゃねえ、ほら。カニアイコンです。はい、まあ相性が良かったので勝てた。それ以外にエリゴレで言うことはありますか。一つ、はい、まあババを突破できたのはもしかしたらね、エリゴレの HP が上がっていたかもしれません。正直エリゴレわかんねえな、誤差すぎん。なんかヒーラーの回復とかさ、やっぱレイジのこのボーってなってるのがあるからよりわかんないよね。たまたまヒーラーがめっちゃ頑張って回復して HP が硬いのかね、レイジで頑張って残ってて戦って頑張っててみたいな。え、みんなよくわからん。もう一回レイジ、もう一回レイジできる。そのミニペッカーはね、もうスパーキーですよね。マジでご飯ですよと同じスパッキーですよ。このミラーミニペも僕スタースパッキーですよ。おまじめです。やばい、これミニペが化け物になるやつだ。
許せ、京介。京介だけならな。痛すぎ。京介ミニピミニピですって。なんだっけ。京介はね、まあ嫌じゃないけど。おクロスですか。まあやりすぎぐらいだけど。おお。これあれか。いや、わかんねえ。なんか、たまにいるよね。なんか、京介のさ、ハッピーモーデッキ。もうなんか、ミラーとスケルトン舞台と、みたいな。ね、ゴブリンバレルがあったりなかったり、みたいな。あ、もうこれ、スパーキーいたらさ、マジ。どうしよう。もう、スパーキーいたらどうしよう。行ってこい、行ったの。おー、いねえんだな。スパーキーいたらどうしよう、つって。天才。おー、ええやん。お前にエネルギーを与えよう。ええやん。これ守ればいいだけだからな、俺は。守れる？いや、頑張れ。天使。いや、京介は、許せ、京介。イタチかのような。まあまあ、来ちゃったー。この危ないのちょっとやめろ。帰ろ。帰れ帰れ。はい、さよなら。なんか行けば勝てそうじゃね。行けば勝てそうじゃねで行ってさ、勝てるやついないよ。行けばいいんじゃねって言うとき、大抵ダメだよ。アホマイケンです。めんどくさい、めんどくさい、それ。釣っちゃうよ。これ釣れなかったら負けです。おう、しっかり釣れた。おい、英語で、英語さ、どうこれ。プッチョヘンザプッチョプッチョ。ほら、体力増えたけど、どうすかい。強っ。え、めっちゃ強くね。ゴリゴリまだフルマックスのやつ残ってんだけど、あれ。さては、橋前エリゴレ強くなった。さあ、一つ気づいたのは、橋前エリゴレが、ちょっと強い。前で施設がないと特にですね。いや、もうタワーまで一直線パーティータイムな気がした。今みたいな相手だといいね。でも今回は絶対施設あるよ。これスケファイスピーとかもういちこ付き用の施設が必須で入ってます。さあ、抹茶色用具か、まあ迫撃かドリルかっていう、もう環境ですよね、結局ね。抹茶色用具マジでさ、まあ、ずるっていう言い方をしたらなんだけど、他のチャンピオン解放されたのになぜこの圧着色服だけ、圧着衣だけ解放されないんだっていう、この謎論をさ、俺ちょっと聞きたいんだよね。他のね、系統全部解放されたのにさ、まあ、マイティは、ええんじゃね？弱いし。あれだけどさ、基本全部解放されたじゃないですか。ゴルナイスケキン。アチャクイはっつって。マルチでも同じぐらいね。なんならアチャクイの方が使われてたのっていう。強え。アチャクイ強すぎる。さあ、まあこれはもうしょうがないので。こっからね。エリゴレ、エリゴレ。ダグネヒーラー、ライドラー、エリパパ、プチョヘンザーつって。エリゴレパーティー行きますか。エリゴレ、エリゴレがええのか。結局止まるかもしれないけど、みたいな。やってからね。よし。さあ。エリゴレ。エリゴレライドラ。さあ、エリクサーが 0.5 ずつ相手に渡ってる。俺の最強のヒーラーちゃんがいねえ。おっ、おー、でも変なやなめしたな今の。これ絶対ランやなめだった。これさすがに消えないやろ。消えないで。なかった。 0.5 ずつさ渡ってるからさ、
相手が今どんだけさエリアンなのか分かんねえんだよな。悲しいことに4だってさ、相手に今4エリアだったってなるじゃん。分かんないよね。1だと1じゃ 0.5 だと。無限ヒーラーフェスティバルを開催したいんですけど、どうなんだ。このエリババヤンキーか。いやでもなんか意外と、なんか意外とプリストじゃね。あとはもうあれよね、強化されたエリゴレ頑張ってもらって、あのスケルトンちょっと嫌なのって。俺はプリンセスタワーか行くのか、キングタワーが行くのか、どっち。正解はプリンちゃんでした。強くなったのかな、わかりません僕には。はい、ということでエリゴレ、まあ使いましたけど、どうだろうな、まあ最後のとかも今までのエリゴレだと削りきれてなかったんじゃないかなみたいな、右側っすね、そういつけてなかったんじゃないかなみたいなところもあったので、まあそれもしかしたらエリゴレのレベルが16だったからね、いけただけなのかもしれないし、まあ、リワークされたからなのかもしれないです。これちょっと、ね、謎なんですけども。はい。エリゴレね。まあ、大概弱くはなってないなと思います。まあ、トントンぐらいか、やや強くなったんじゃないかなって気なので、ちょっとね、皆さんもぜひエリゴレやってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。